こんにちは。質問型営業の青木でございます。この番組は10分でわかる営業成果に結びつくお話をさせていただいております。さて今日はですね、私の開花していただいた本の中でこのチャートでよくわかる質問型営業、この中身のお話をねさせていただこうと思います。さて今日はですね、この第1回目ということで、このまさに1ページ目のね、質問型営業チャート図というね、でこれ何かというと、この営業を非常にシンプルに、まとめたもので、4段階なんですね。アポイント、アプローチ、プレゼンテーション、クロージングと、まあこんだけなんですね。というこういう4段階ですね。まずアポを取って、そして最初の面接のきっかけがあって、商品説明があって契約に入っていくということなんですけど、実はこの中でですね、この図の中で非常に重要なことが書いてあります。それはですね、思いということなんですけど、これはお客様の思いということなんですけど、アポイントメントの時は何かというと、会ってみようと思ってもらえるかどうかということですね。それからアプローチは聞いてみようとお客様が思ってもらえるか、それからプレゼンテーションという商品説明はですね、購入したいという気持ちになってもらえるかどうか、そして最後のクロージングでは購入しようという気持ちになってもらうかということなんですね。それぞれのパーツでお客様がその気持ちになってもらえたら、次の段階次の段階へ進んで、最終的にはお申し込みということになるよというお話なんですね。で実はね、ここに非常に重要なことが、隠されてるんですね。それは何かというと、そのそれぞれの聞いてみよう、購入したいという目的のために、それぞれの段階をやっていただく必要があるということですね。特にアプローチなんですよ。アプローチというのは聞いてみようという気持ちになってもらえるかということなんですね。つまり商品説明を、プレゼンテーションという次の段階の商品説明について聞いてみようと思うかどうかと、その時に初めて商品説明が始まるんだ。ところがどうでしょう皆さん、私も過去に随分間違いをねやりましたけど、聞いてみようと思ってもらうために、この商品って素晴らしいですよということで、もう早速商品の説明をするつもりはないんですけど、入り口をちょっと説明してしまう。でところがお客様はそれを見て聞いてみようと思うかどうかと、どうでしょう、まだ聞いてみようと思ってないのに商品説明されたら、なるほどなんて言って聞いてみようと思いますか。いや、売りつけられてる、なんかこの人は売ろうとしてるというふうにしか思わないんですよ。だからますます防御するということはどうでしょう皆さん、このアプローチでは商品の話はしたらダメだっていうことなんですよね。ところが商品説明をしてしまうということですね。それはなぜでしょう。それ営業マンがその商品のことを一生懸命勉強し、あるいはそのメリットを感じてるんで、もうそれを知ってもらおうと、あるいは他社とこう違うんだと知ってもらおうということで説明すると思うんですよね。ところがお客様はそんなことは全然分かんないわけですよね。お客様はもっと入り口の、そもそも私の欲求ニーズに対してそれは、どうやって解決できるのかというようなねお話でございますんで、だからここにね、お客様と営業マンのギャップがあるんですよ。営業マンはその商品の話したら聞いてみようと思ってもらえると思ってるんですけど、お客様はそうじゃなくて、自分の欲求ニーズに対して解決するものは何かっていうことなんですね。だからそこのですね、部分をしっかりとこう理解をしていくと、実は、こんなアプローチから、早速商品のお話をするとかね、そんなことは一切しない。どこまでもお客様に集中して、お客様の欲求、ニーズ、あるいは課題、そういうことをしっかりと掘り下げて聞く。お客様自身がその商品ってどんなんって言われてもですね、まあ一言二言で済まして、むしろ今現在どんなことをお考えですか、どんなこと悩んでられますかというような形でですね、実は聞いていかないといけないのが営業マンだということですね。だからこの
アプローチで聞いてみようという気持ちになってもらった時に初めて商品説明ということになってるということでございますね。そういう間違いをしていないかどうかというようなねことでございます。で、商品説明の時はこれ次の段階で購入したいということになるでしょ。ということは購入したいということのためにはベラ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 自分の商品の特徴やそんなことを話をするよりもですよ、お客様の望みが何なのか、何を求めてられるのか、どういうことが課題なのか、そこをしっかりとアプローチで知っといて、それが解決するんですよっていうお話をしないとお客様には刺さらないっていうことになるわけですよね。とにかくメリットをたくさんお話ししたら分かってもらえるやろみたいなね、ますますそれはねボケていくっていうことになっちゃうわけですね。だからお客様の欲求ニーズ課題に向かって、ピシッとそこに焦点を当ててご説明する。そうするとメリットを感じますから購入したいということになるということでございますね。まあ、これがプレゼンテーション。そして購入したいと思ったらいよいよ最終段階クロージングですよね。クロージングは何かっていう、ここでは購入しようっていう気持ちになるということですね。じゃあどうしたら購入しようという気持ちになるでしょう。その商品を手に入れた時にどういうメリットがあるのか、どんなことが解決するのか、どんなこう形になっていくのか、そういうメリットをしっかりとお客様自身の毎日の生活とかお仕事の中でそれをイメージできる、感じていただくということになると、これを購入いただいたらどんな風になりそうですかとかいうような言葉になってきますよね。そしてそれが描けたら購入しようということになるということでございますね。だからそういう意味でですね、このセールスのこの営業の段階っていうのはお客様の気持ちで実は進んでいく、つまり私どもがいつも言わせていただいている営業は売るのではなく買ってもらうのだということがですね、実はこの質問ということで完成する、まあ、それらを起こしていくのが全部質問というようなねことであるということでございます。まあ、ぜひその原則そういうことを理解をしていただくとですね、非常に営業っていうのは分かりやすくなると思いますんでね、ぜひご活用いただきたいと思います。そして、具体的にですね、じゃあそれはどういう形でやるのっていうことになりますと、今度は方法になりますね。それが実は私どもの質問型営業の初級というところでですね、私どものチーフトレーナーの西野がお話をさせていただいてますので、ぜひこちらをね受けていただくと、そのやり方、そんなことを分かっていただけるというふうに思います。ぜひご活用をねいただけたらというふうに思います。そしてもう一つ、チャンネル登録、そしてコメント、またお待ち申し上げておりますんでね、そちらの方もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。